仙台市立中山小学校は宮城県仙台市青葉区中山一丁目にある公立小学校である。通称は中山小中小。1964年に当時の仙台市北西部で始まった中山ニュータウンの開発に伴い、1968年に仙台市立荒牧小学校から分離開校した小学校である。 開校年の児童数は274人だったが、年々増加し、1974年1 6 6 8人まで、膨れ上がって、最初のピークとなった。翌1975年に、仙台市立桜ヶ丘小学校が、分離開校して1230人に減少したが、第2次、ベビーブーム世代が入学し始めたため再び増加に、転じ 1978年に1777人と、東高の最大児童数を記録した。そのような中、同年6月12日に、宮城県沖地震に見舞われた。当地は大きな被害が少なかったものの、東高は被害を受けて一部の教室が閉鎖となり、教育環境がさらに悪化した。また、都市ガスの復旧に31日間要したため、 自前給食体制の投稿では復旧まで調理した、給食が供されなかった。この年、82人にいるクラスが存在するほど劣悪な、教育環境のマンモス校となってしまい、特別教室を普通教室に転用したり、校庭にプレハブ校舎を二棟建てたりして対応した。翌百七十九年に仙台市立川大小学校を及び宮城調律。 吉成小学校が分離開校して1150人となり、これ以降は児童数が減少し始めた。2012年4月9日現在の児童数は501名となっている。ありがとうございます。